皆さんこんにちは。2020年の11月の1日日曜日でございます。あっという間に11月になってしまって、あと残り2ヶ月ですね。まあ2ヶ月後にはまた年末年始のお祭りが来るので楽しみではあるんですけれどもね。なんか2020年やり残したこと、なかったかなとか考えてしまいますが、僕の方、そう、ちょっととある散財をいたしまして100何万か吹っ飛びました。詳しくは庭のある生活で話しているんですけれども、まあそこが拠点になれば以前できなかった星ドラオフ会って、昔僕生配信やってた時に武蔵小杉でちょっとお花見しながらみんなで星ドラやりましょうっていうのをやりたかったっていうのをずっと、言ってた時期があるんですよね。でそれが実現できる可能性があるかなとかも思ってるんで、ただ別に大々的なイベントとしてはやりたくないから、もう個人的に本当に星ドラ好きで集まりましょうみたいな感じではやろうと思えばできるんですけれども、それに100どんぐらいかな、総額10万ぐらい、車買ったのと一緒ですよね。なんか軽自動車簡単なんか軽いのを買ったみたいなぐらい の買い物をいたしまして、詳しくは庭のある生活とか、あと、そろそろあっちだね、サブちゃんの雑談も、お話ししようかなと思ってますが、100万あればどれだけガチャが引けるんだっていうことですが、僕は現実の方にお金を使いました。で、今回これなんですよね。11月の福引き、なぜこうなったっていうのがちょっと理解しかねるという感じで、まずまた勇者っていうね、ずっとこれも勇者だけ入ってくるのかな。これだったら勇者ご一行装備、セニカとか英雄王とかね、大魔導士をなんか交換してもいいんじゃないかなとも思ったりするんですよね。でメタルの方もこれハンマーが入ってないんじゃないかな。なんかバナー見ると入ってないですよね。せっかくね、メタキンのハンマーが発表されたから、ここに入れちゃってよくないっていう話もありますし、ルービスっつってもな、コーン出たからコーン欲しい人はいるかもしれないですけど、パンチないですからね。こう、ピュアラゲっていうところがね、最初これ、すごかったんですよね、出た時は。ただ18秒で540、これは今の時代の火力ではないかな、この重さではね、っていうことなんですよ。なので今回いいコンが出てはいるんですけど、探検はね、これは使えると思うんですけど、でもやっぱ30秒なんで、これがやがて、3つバフ入るからね、しかも召回復もついている。探検もちょっと欲しいんですけれども、僕は探検はやっぱ攻撃系、サポートなんですけど本来はね、ただやっぱ明竜探検でね、攻撃系でいきたいから、特に興味がない、引きたいのがもう実際ないっていう。でもこの期限を見るともう、8日で使い切らないといけない2回なんですね。で前回明竜装備があってんですけれども、その中に欲しいのないんです、全く。でね、今回衣来るのかなと思ったら全く来ない。てかまさか勇者またダブりで来ているっていう、ラインナップはさすがにダブルのやめようよっていうね、ちょっとこのラインナップは謎ですよね。もっと、いやだって5周年のまだね、一応スケジューリング中なので、もっと攻めようよっていうふうには思いますが、ここはめちゃくちゃ最近の中では残念ですね。はい。で何引こうかな。ルビ探検、サポートですけどちょっと持ってないんですが、でもこれちょっとね、1、2、3、4、5、6、7分の1なので、いやこれはないかな。いやもうこれ勇者装備ですね。はい。衣もう一個、そして剣、いや剣な、一応あるんですよストック。ただ万が一大剣みたいな可能性も考えられますよね。覚醒を2個作んないといけないみたいなそんなことあるのかな。
いやでも怪しいな。そうなると覚醒どうなるんだ。まあでも最低なんか3本ないといけない時代みたいなさ、覚醒3本作って1本目は器、2個目がスキル抜きだし、で3本目もスキル抜きだし、要はそのメインスキル2積みできる、赤S状態っていうこともありえ、そうだよね。このなんていうのかな、要はギガクラが何かすごいことになるか、追加スキルですよ、まあ、追加がもう濃厚ですけどね、超越ギガクラシーみたいなね感じに例えばなって、それが荷積みできると、そうすると結局抜き出し1本取って、そうです、もう1本取んなきゃいけないですもんね。さあじゃあこれを引きましょう。いやでも他の引きたかったな、なんかめっちゃ残念。これなんでこうなったんでしょう本当に。来いー、これも、お、これは当たりです。まず仕事しました。これね1個しかないんで、まあもう1人分欲しかったかなと思います。なんかもうここで当ててくれっていうようなね、なんか感じのメッセージなのかな。あ、また戻んなきゃいけない。勇者引きます。いや剣出ると嬉しいけどな、そこまでの神引きはさすがにないだろうからな。さあ何が出る。剣、お、3人分揃った。まあまあまあいいんじゃないですかね。これもね、もしかしたら錬金とか、まあ勇者覚醒すんのかな。まあ最初に錬金来てっていうことだと思うんですけど、じゃあ竜の女王も引いて終わりにしましょうか。いやもっと期待してたんだけどな、11月ね。いやしかもこれさ、そうですよ、よく考えるとパスポートでねお金払ってるわけですから、やっぱこのラインナップないな。2羽残念。はい、ということで、今回は基本的に、あとあれだ、モンスター闘技場、なんかモンスターが追加されてましたが、あれ取っちゃおうかな一応ね。まあ50モンスターで100枚モンスターが3体来るんでしたっけ。それはいつ来るんでしょうかね。ちょっとねもうなんか情報出てんのかもしれないけど、ちょっとバタつい、そうこれがね、ちょっと何もうなくしてほしいんですよ、このボーナス獲得って。これしかももう一個になるでしょう、次回のというか次のボーナス、いやいらないよっていうね。ちょっとこの表示が毎回出るので、コロニーのこれね、まあ一応メダルが400結構あるな。まあ取っちゃおうか、せっかくだからね。仲間にします、育てていきます。雷王、復刻で、あとなんだっけ、バイクがね復刻したら欲しいな。なんか、ね、生配信で結構使えていたっていう話なんで、ちょっとねそのバイクと、あと新しい何生配信で、5周年の時に発表された100枚のって3体でしたっけ、あれではねぜひ、撮ろうかなとか思ってるんですけど、ライオーいた、お気に入り登録して、これは力振りで大丈夫だよね。はい、ということで、今回特に情報とかないんですけれども、まあ福引きがね、あとこちらね来てます、花嫁装備ということで、まあこのステップは特に、あ、デボラが欲しいという人がいるのかな。詳しく見る。あれかな、多分、魔力上げってことでしたっけ、なんだっけ、あ、これか、会心暴走か、気まぐれが何、なるほど。で、HP 超がついている。あと、頭がなんちゃらっていうのが、つぐむじき。受けた時に、面白いですね。力超もついてるんだ。なるほど。あ、これ欲しい人いるかもしれないね。確かにね。まあ、オーディン棒で闘技場も使えるし、っていうことかな。フローラは特にですかね。あ、これか。いきなりインって欲しい人いるのかな。私の帰る。なるほど。インって消えないんだ。で魔力ついている。あー、呪文系はこれ欲しい人いるかもね。なるほど、フローラ頭も使えるっちゃ使える、魔力極みついてるもんね。でインテ外れない。あー、そういうことか。あ、でもこれちょっと引くのありかもしれないな。これ何分の何だ、これがステップアップ
ップの詳細が、あ、でも期間限定が1枠確定が結構ついている。うん、まあ魔法職やる人はこれ面白いですね。なんかありなのかなとも思うんですけど。で僕ねやっぱね今回ちょっと話長くなってごめんなさいね、魔剣使ってるんですけど物理の方が好きかな。ただ今回ね不死鳥のやっぱり杖が強いということで、まあ、戦闘やってるんですけど、基本的にはなんか物理の方が好きなので、だから、まあ、あとそのうちもっとすごい装備がなんか出てきそうですよね。ここでとりあえず配布しといてなんかまた別の次元のっていう。でも極みはいいですよね。極み以上のものって、あ、でも極み以上もなんか出してくるのかな、さらにその上みたいなね。極みもでも全部揃っちゃうとそうになっちゃいますから、まあ耐性は極みでも 100% 取れるから、でもやっぱ極みが最高だとしたらちょっとさっきのね福引き検討してみようかなと思います。引こうと思えば引けるんだけど、なんかねもっと優先して多分引きたいもの、そしてコラボレーション、予測できないコラボレーションっていうのもなんか気になるんですよね。でその装備が来た時には多分プレミアムかステップアップ来そうな気がするんで、はい、ということで、今回はちょっと話長くなりましたけどこの辺で終わりたいと思います。また次回お会いしましょう。さようなら。